さて、タボール使ってデスマッチ。デスマッチじゃないか。なんだ、教習？なんかスキルの使えるデスマッチみたいな感じだね。やっていきます。で、前回の動画でも言ったんですけど、タボールは威力が低くて精度が高いと。まあ、サブマシンガンにちょっと近い、目の前敵がいる。本当に見ますね。ただ素直、弾道がすごい素直であまりブレないんで、結構使いやすいですね。頭も狙いやすいと思う。で、遠距離だとちょっとあれかな。AK とかに負けちゃうかな。で、中距離で頭打っていく運用がいいと思います。早速遠距離でね、やられちゃいましたね。あれ AK だね。さ、で、このマップ。前にスナイパー使った時にやったマップかな。まだあまり構造を覚えてないんだけど。まあ、なんだかんだ言ってデスマッチなんで、やり方はいつも通りですね。突っ込んで、裏から敵の敵を狙っていく。威力低いとはいえ、そんな気になるほどではないな。なんか MP7 とか使ってた時に比べたら全然威力はあるし、精度もあるし、使いやすい武器ですね。さて、なんか上から落ちてくるやり方知らないんだよね。これどうやってやんだろう。みんな上から落ちてくるんだ。おお、目の前に敵がいる。さあ、右から攻めていきますか。クレイモアを設置。さて、敵わかんねえな。いるかな。奥にいる。スナイパーか。普通にやられちゃった。いや、この武器のアイアンサイトは見やすいんだよね。あんまり悪いところが見つからないな。この武器結構おすすめじゃないかな。あとは適当に撃ちまくっていきますか。クレイマーを設置して、おっと敵に見つかってしまった。どこだ？これどうなってんだ？これ橋の上からも敵降りていくんだよな。お、いるね。いますね。上に、あ、爆死した。今度左から行けますか。で、どうなってんだ？まだ。ライン、真ん中ちょい攻め込んでる感じか？こっち側が。おー。おっと、目の前に敵がいるね。いつをやって当たらない。なかなか当たらない。目の前に出てきたやつを倒していく。いいっすね。後ろ取ったんで、そのまま攻めていきたい。おー、やばい。やばい。もう来たのか。あの赤い丸いところに落ちてくるんだろうね。これ何？俺も落ちたことになってる。あれランダムで復活するのかもしれないし。よくわからん。でもね、上から落ちてくるから敵が大体どこにいるのかが丸わかりなんだよね。クレイモア、あ、ここでクレイモア使ってもダメか。おお、やべえ。目の前にいた。実質されてる。クレイモアなぁ。これちょっと強すぎだよなぁ。おっと、真ん中を攻めて。今回は、お、降りてきてる。あ、ただちょっと狙えねえか。あそこは厳しいな。いやいやいや、後ろから狙ってく。もう一人。83対105。ちょっと勝ってますね。これな、どっからやっぱ左側から攻めてった方が強そうだな。おぉ、この辺にもリスポンスすげえな。結構手前じゃんか。後ろから銃声が、後ろに敵がいるのか。いないか。上から見ていく。ここでね、頭一個だけ出して、おっと、敵が横を見てるから、
打ち放題っすね。さて、下に降りようと思ったけど、味方が言ってくれてるんで、あ、任せておく。おっと、痛い、出た。で、奥にもいるね。あー、出た。そうそう、これ、これ。これはね、勝てないんですよね、AK10 に。あんまり遠くだと、ヘッド一発打ち抜かれて終わっちゃうんで。まあ、遠距離戦は避けておいた方がいいですね。おー、まあ、この距離もね、ほんとはダメな。おっと、ここ、車線が通ってたか。さっきの距離もね、ダメなんだよ、ほんと戦っちゃう。さて、どうしよう。この右の真ん中から、と、敵がもういるぞ。いた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 。ほら一人やって。で、今度は、右、いないか。この屋内結構多いよね、人が。おーそこも車線通ってるか。油断していた。もう一回右から攻めていきましょう。あ、上とかもあんだもんね。もうなんか設置してる。このセントリーガン強いよね。これ、撃って倒せんのかな、あれ。なんだ、ここどうなってんだ。あー。ただ敵側見れないな、これ。いでででで。いでてで。なんか飛んできてるよ。これ何のマークだ。上からミサイルが落ちてきたぞ。もう右はいいや。左から行きましょう。左行って。これ、あ、この中いいじゃん。この中から攻めていけるでしょ。おー、ユニポジション。なぜ気づかなかった？ここいいね。ここでちょっと遊んでみましょうか、しばらく。自分は頭だけ出して、相手の胴体を狙っていく。いででで、グレーを食らう。あれ、上にいますね。ちょっと上をやらないとダメか。いた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 。いたいたいた。あ、そっちだ。よし。で、屋内を一掃したんで、また有利ポジションに戻る。お、目の前に。これかわいそうだ。これ何なんだよ、これ。なんでいきなり目の前に降りてくんだよ。で、奥にね、降りてる。あ、飛んでるね。見えてます。で、これ。これひどいよな。ほら。やってく。ここ強い。うん、飛んでも関係ないね。しばらくここにいるか、ここにいて、どんどん敵を倒してみましょう。ちょっと飽きてきたな。進むか。突っ込むか。突っ込む、お、いたいたいた。取り合って、奥にいる人をやって、あー、やられちゃった。MP7 にやられちゃった。見られてたね。もうこれ左でいいじゃん。左行って、よりポジションから敵を倒したら奥に進んで裏取りしてっていう感じで、これで行きましょう、今回はもう。左でよりポジション到着からの敵が、あ、後ろにリスク持って来た来た来た。こうやってやってくんだよね。これか、簡単だな、これ。このやり方でしょ。で、味方が奥に行ってるんで、自分も行きますか。おっと、横に敵が見えたぞ。いたいたいた、一人やる。味方がやられちゃったな。横入っていきますか。お、見られてる。こっちから攻めよう。ほらー。で、もう一人。もう一人。で、奥にも一人。あ、やばい。まだ、青い。青く光ってる間はダメなんだ。こんなんでいいやね、もう。これだけでいいよ、今回は。これでもう頭バンバン打って。でもな、やっぱあれかな。フルオートで撃っても全然弾がぶれないんで、ああいう時強いかも。なんかね、HK416A5 とかだと、フルオートすると、最後の方結構ぶれるんだよね。はい、有利ポジションでまたポイント稼ぎしていく。ここ、気に入った。まあ、ターボール結構いいな。全然ありだな。なんか、全然期待してなかったんだけど。
いやすいですね、こんな感じで。素直にまっすぐ飛んでいく銃、いいっす。いい性格してます、この銃。で、敵が入ってこなくなったんで、おっと、いるか。ロケットランチャーを持っている。だけど、結構当てたぞ。瀕死かな？お、やべやべやべ。あー、マジか。リロードしなくてよかったな。一人だけやりたかった。はい、で、証拠りもなく、左から攻めていく。めっちゃ敵落ちてきてんじゃん。俺もあんな感じで見えてんのかな？敵からは。有利ポジション到着するが、味方が二人も、攻め、上に敵がいるが、無視。一人やって、攻め込んでこう。おぉ、なかなか当たんねえが。いてててて、気にせずどんどん突っ込んでいく。裏取って、ここから、まだ無敵だ。だからこちらに気づいてない。後ろを取って、頭狙っていく。あ、終わりましたね。こんな感じですわ。ハボール、おすすめ。使いやすいです。はい、以上です。